CP0 の登場と、熊のセラフィム、黒い髪が、まあ、コミックス修正案件ということが確定していると。そのセラフィムの、まあ、形というかね、ハンコックのセラフィム、ミホークのセラフィムっていうのが、本当に8歳と幼少期の頃の SBS に描かれた姿なのに対して、熊もそこに描かれたんですけど、あの姿ではない、なんかそこからさらに5年後みたいなね、大人の熊と幼少期の熊の間ぐらいのやつが、今回描かれているわけですけど、それとかもなんか意味があるのか気になるのもあるんですけど、まああとこの小田先生の鬼畜ぶりというか、今ボニーに熊のセラフィムを当てがわせようとしてるじゃん。これのボニーの感情の乱れとか怒りとかね、悲しみを想像すると、自分の親父が奴隷にされて人格を失ってて、ベガパンク検討次第によって殺してやるよっていう復讐心に燃えているボニーに、人格云々とかじゃない親父の子供の頃の機会が出てくるわけだから、これがかなりね、まあ胸クソ展開書かせたらね、小田先生かなり読者の感情をもう一気にまとめて、ネズミぶん殴れとか天竜人ところも100人が100人ぶん殴ってほしいと思ったからね、あれタコがただタコタコみたいなやつ、あれさ100人中100人がぶん殴っとけルフィって思ったからね。いやー、だから胸クソ展開ね。だからボニーにとってはかなりきつい展開がね、この後なんか待ち受けてそうな雰囲気がまずあると。プラスさらに気になっていったのは、クマを使って全員のベガパンクを消すとかじゃなくて、クマをエッグヘッドに返してベガパンクを消すっていう、この順番に違和感を感じたというかね。島にクマのセラフィも返して、島の主を消すって何がどうなってんの、どういうことみたいなね。消すんだったら返す必要ねえじゃんとか、じゃあこれちょっとみんなに聞こうか。最後ね、エッグヘッドに返してっていう言葉の意味、これなんでだと思いますっていうね。返すのが口実、目的は暗殺、全員が強調されてるのも匂う、親に返すみたいな感覚、SSG できたから試作品クマさんとベガーマンクは用なし、クマのセラフィムはミスリードで他のガキがいるとか、開発者側がもしセラフィムからの攻撃を受けた場合を想定してないわけない気がする、クマを首謀者に仕立てる、あーまあこの辺シンプルだね。エッグヘッドに行くための口実、ベガパンクに会うための口実というか、怪しまれないように暗殺をするためにセラフィムを返しに行くっていう目的があるんだよ、ちょっと船通してくれみたいなね、セーフだみたいなさ、クマのセラフィムを一体返しに来た、これちょっと様子メンテナンスをしてくれって言って油断させて殺すためのものっていうことか。今言ってて一番気持ちよかったのはそこだな、今んとこな。単純にベガパンクを消すのもなかなか大変とか、シービーストに襲われるとかね、ベガパンクが自分の身を守っている描写があるんで、単純に近づけねえと、この CP0 とはいえ。だから大義名分というか、島に入る許可をもらうためとか、ベガパンクに会う許可をもらうために、クマのセラフィムをエッグヘッドに返す、修理をするのがメンテナンスしてくれなのかわかんないですけど、その暗殺のために利用するってことだよね。そのために返すっていう手順を踏む、返すために島に上陸するとかね、そのために利用するで言ったら結構納得度はあるのかな。熊のセラフィムがね、まあ、ボニーと会うことは確定はしてるんでしょうけど、どうなるのかというね、欲は止められないという描写もございますんで、もしかしたら熊の感情がね、ボニーを見た時に何らか高まったりして、熊の血統因子とルナーリア族の血統因子を混ぜ合わせたものを作って、それをクローンが成長する速度で成長させて、1年で4年だ4歳だっけさせたとして、このクマの血統因子の中に娘への愛情はないよね。娘ができることが血統因子の中に記録されるわけないよね。別の個体だもんね。クマ本人はそういう奇跡が起きても、元あったどっかの記憶にそれが、ボニーの記憶が残ってたはあるかもしれないけど、新しく生まれたクマのセラフィムにとっては、ボニーはもう別の個体でしかないんだよね、多分。そうだよね。だからクマのセラフィムは、ボニーに対して何の感情も持ってないよな、多分。うわ、なんかすげえ胸クソな悲しき対面になりそうだね、だからね。モズさん500円ありがとうございます。ラフテルやワンピースには巨大なへそが関係しているのではと、思いますと。丸1、最近よく目立つ丸の中に×印、昔から漫画でデベソの表現に使われると。あーなるほどね。最近よく目立つというか、まあワンピースの、それこそ考察好きだったらね、もう小田先生のこのサインというかね、ワンピースのその最初の O に×を必ずつけるとか、そこが渦巻きになってるとか、そういうところだけど、これはまあデベソ、漫画でデベソを表す絵でもあると。
王じゃなくて。で、2、ラフテルとつながりがありそうな空島でへそという挨拶がある。これね、へそだけはね、永遠の謎ですから。ラフテル、右、笑い話、右、へそが茶を沸かす。なるほどね。4、人は生まれる前、へその尾でつながっている、人つなぎ。うわ、へその尾でつながっているもなんか熱いな。俺、それこそ野田さんの考察とかにもつながんのかな。それこそへその尾なんだよな、あれ。小原の学者に与えられるメダルのデザイン。へその尾とかっていう見方で考えると、あの小原のあれはちょっと熱くはなってくるのかな。392はデレシー。これのもう一コマ目だね。いや、でもなんか、へその尾に見えなくもないけどな。さあ、学者の証。この学者のメダルも、あの野田さんがね、地球で一番深掘りしたと思いますけど、これ意味あるんじゃねえかっていうの。いや、これも確かにめちゃめちゃ意味ありげだし、いや、これちょっとね、皆さんも見てほしい。何に見えるかっていうね。それで言ったらさ、もうさ、野田さんの考察では、小原の地下に何かがあるんじゃないかっていう、湖があって、その地下に何かがあって、何かが空洞があるんじゃないか、何かに繋がってるんじゃないかっていう見方で言うと、ずっと繋がってるってことなのね、へその緒みたいなので。その野田さんの仮説がそこまで正しいとして、このメダルがそれを示唆しているとした場合、湖の底からそれこそホワイトストロームみたいな感じで、でっかい管みたいなのが、これを青色の星だとするならもう一周してんだよね、その管が。湖だとするならどこに繋がってんだろう。どっかに繋がってるっていう話なのかな。地球の世界なのか月なのか。いや、でも地下空洞説とかだよな。中に何かがあってどっかに繋がってるとしたら、一回地中潜って月とかはなんか違うもんな。下脱のうっかり正解暮らしでも伝説のモグラみたいなやつ出てきて、あいつ地下ブワーって掘り進んでアラバスタに繋がったりし、うわ、アラバスタとかと繋がったりしてんのかな。下脱と小原とアラバスタ繋がってるとか、ちょっとわかんねえな。うわ、下脱のあれの示唆にもなってんのかな。もうロマンだよこれは。野田さんが提示してくれたロマンだよこれ。このメダルなんすかねっていう、意味ないわけなくないすかっていう。いや、ちょっともうこ、皆さんもね、考察好きの方はぜひ41巻か392はデレシの一コマ目ですね。エニエソルビアトランティス的な丸の中にバツがデベソで、空島のへそ、ラフテル笑い話、へそが茶を沸かすで、人が生まれる前にへその尾でつながっている人つなぎで、まあさらに付け加えるのであれば、小原のメダルみたいなね、ワンピースには巨大なへそが関係しているのではと。クラピカさん、ご意見ありがとうございます。毛殺失礼します。次の島でロジャー船の卵から生まれたドラゴン会長で逃げ回っている火の傷の男、ポーネグリフ所持もしくは会長でポーネグリフの場所まで船ごと運んでもらえる。すると運命に選ばれなかった路線を選んだキッド、卵との関係性が危ういですが、サウロ推しです。こんなストーリーいかがですかの話やね。やっぱりもう次の島で会長みたいなドラゴンみたいなのがブワーっていて、それから逃げ回ってる火の傷の男が急に描かれるみたいなことが、でこいつがポーネグリフ所持もしくは会長でポーネグリフの場所まで船ごと運んでもらえる、もう速攻回収されるみたいな話やね。クロスギルドの謎が投下されて、クロスギルドの成り立ちがすぐに回収されたみたいな感じで、火の傷の男に関しても謎が投下されました、でもすぐに回収されていくっていうね。でも火の傷の男にすぐにキッドが合うって話なんだ。まあ手がなさすぎるっつってたけど、卵との関係性が危うい。結果サウロ推しなのか、火の傷の男は。いや、もう全部ね、可能性ゼロには絶対ならないんですが、まあなんか急すぎる感じはするよね。でもね、確かに火の傷の男ここまで意味深に描いて、急に次のシーンで発見しましたわ。まあもう小田先生ふざけまくりたいとかね、そっち方面でアクセルベタ踏みするんだったら、こういうパターンもあるのかもしれないけどね。目ん玉飛び出すみたいなね、キッドの思いすぎる。サウロ推しってことはやっぱ野田栄一郎先生の説とかなのかな。野田さんもね、木の傷のとこサウロ説、言ってましたが、